アウグスト・ハイスマイヤーアウグスト・フリードリヒ・ハイスマイヤーは、ナチス・ドイツの親衛隊の高官最終階級は、親衛隊大将。親衛隊本部や、ハイスマイヤー親衛隊大将本部の長官を務めた。ナチス党の全国女性指導者となる、ゲルトルート・ショルツ・クリンクと結婚していた。ゲラーゼンに、農民の子として生まれた。 学校卒業後、第一次世界大戦の開戦で1914年8月に、プロイセン王国軍に入隊した。1916年8月6日に、予備役中尉に昇進している。1917年6月まで不評部隊に属した。その後、補給部隊の将校やアサルト部隊の指揮官を経て、1918年3月に、飛行部隊に配属されて、 パイロットとなっている。対戦中に一級鉄十字章、二級鉄十字章を除勲している。戦後、義勇軍で活動するとともに法律を学んだ。1925年1月30日に国家社会主義ドイツ労働者党に入党した、党員番号2万1573。1925年から1928年まで突撃隊に参加し、 ゲッティンゲンの突撃隊の指揮を任された。ナッチ党の南派のオーファーオークダクの SA 組織を築き上げた功績者となり、1928年10月から1930年にかけて、南派のオーファーオークダク大管区指導者代理に任じられた。1930年12月17日に新英隊に入隊。1933年3月の総選挙で、 国会議員に当選。新衛隊上級地区、中央や新衛隊上級地区、ラインの指導者を務めた。1935年5月から1940年10月初めまで、新衛隊本部の長官を務め、ハインリヒ・ヒムラーを補佐した。この間の1936年2月には、ナポラの監督官に任じられている。 1936年11月9日に新衛隊大将に昇進。1939年9月から新衛隊の上級新衛隊地区、東方の指導者やシュプレイ新衛隊及び警察高級指導者に任じられた。この地位によりベルリン・ブランデンブルク地域の監督を行うこととなった。1940年に ハイスマイヤー新英隊大賞本部局が創設され、その本部長となった。この機関は、ナポラの生徒の軍事教育、思想教育の担当部署であった。1940年8月5日には、強制収容所総監に就任している。この職はもともと、テオドールアイケ・スエス中将が務めていたが、 彼は1939年11月から第 3SS 総甲師団を率いて出征したため、代わって、リヒャルト・グリュックス SS 大佐が就任していた。しかしおそらくグリュックスの階級が低すぎたために代わりに、ハイスマイヤーが強制収容所総監と新衛隊独路、部隊司令官に就任することになったものである。しかし1942年に強制収容所が、 新衛隊経済管理本部の管理に移されたのを機に、再度、リヒャルトグリュックス SS 少将にその地位を譲った。1944年11月14日には、武装新衛隊大将位が授与された。対戦末期の1945年4月には、国民突撃隊やヒトラー,ユーゲンとからなる、ハイスマイヤー戦闘団の司令官となり、シュパンダウの飛行場防衛に当たった。 ドイツ敗戦後、妻と共に、ビート公爵夫人、パウリーネの計らいで、ベーベンハウゼン城にかくまわれたが、1948年2月29日に、フランス占領地区の中便ン近くで逮捕された。3年の懲役刑に処され、所有物を没収された。釈放後は、シュベイビッシュハル群で暮らし、西ドイツコカ・コーラのボトリング工場の取締役を、務めた。 シュベイビッシュ春で死去。出店出店ありがとうございます。